これ僕ついたか。落ち着きました。カシン君枠つけてるの、枠つけないから私つけたんだよね。つけないから。中村くん明日運転だから起こすのかわいそうじゃん。そうえ総理、うん、起きたの？なんかあれなんか耐えてないから持っていくとします。え、なんか耐えてないんだろうね。足りてないって何？トイレットペーパーになんか、うん、立ちがいいみたいな、うん、あ、お酒飲むの？お酒もやめたの？飲むの？飲まないの？あと総理、ちょっともう家臣くんの口から言って。総理さん、せっかくね こんな素敵なね、まあ、ディナーショーで場所を提供していただいたので本当にすいません。なんか僕の嘘で、僕の嘘じゃないの？例のやつ？はい。ね、そんな関係ない。それ怒ってるの？ちょっと待って。さっき徹底的にやってやるって聞いたんですけどね、まゆさんから。楽しもうやって。楽しもうや、うん。俺をここまでよくも武器にしてくれたな。徹底的に楽しもうやって。それは言ってた、さっき。怒ってるよ。それでも僕、わかんない、誰に対して言ってるかわかんないけど。で、カシン君、海の行かないこともカシン君が言わないと。いや、さすがにこの状況で、今のこの僕の状況で海でウェーイって、やっぱさすがにそれはさすがに、マエさんもそうだし、マエさんリスナーもそうだし、中村さんリスナーもそうやし、ね、さすがに上へ行ってその海行けないっすわ。いや、大人だったら行くんだよ、そこは。いや、もう僕ね、もうちょっといろいろね、企画考えてたんだけどね。だから行かないんだったら、カシン君の口で言って、私が言うと、なんか女にはする当たり強いから、総理って。私には強いんで、当たりが。いや、もうちょっと家臣君が言ってよ、それは。今の状況でね、またね、また海行っても、ね、どうせさ、またね、また今度またね、こんなよく海行ける状況だよねとかって言われるから、どうせリスナーさんに、だから行きません、なんか行きませんってことを総理に言ってたの？いや、それはちゃんと言います。じゃあ今言ってよ。2階にいるから。ちょっと1階、2階行こう。それが、ちょっと待って。
熱いものを押して感じる、はい、自分の肛門に熱いものを感じよ。どういうことですか。熱いものを感じればいいんだよ俺の。あ、いいんですか俺の温かさを。はい、明日与えてあげる。本当ですか。危ないってちょっと。熱いやつ、うん、もうちょっと初めてになるかもしれんけど、これでいいんじゃないの。ちゃんとコンドームつけてくれます。で、カシンがちょっと生だよ、当たり前だよ。ちょっとはっきり言いなよ、ネタとかじゃなくて。じゃあ、まっすぐ帰ります。まっすぐ帰りましょう。僕ちょっとお昼ぐらいには東京に着きたいです、あの辺に。これね、今日こいつに海見せたいよ。じゃあ僕抜きでもいいですよね。僕電車に帰ってもいいんだよ。仕事やろ、はい、仕事で来たやろ、マネージャーとしての。え、マネージャーとしての仕事で来たやろ。マネージャーじゃないですよ今。何さんとしたろ。で、あのね、家臣くんだけ帰りなっていう人いるけど、総理酔っ払ってるから神社の面倒も見れないし、で、私、ハニフク人も3人も無理だからさ、家臣くん帰るんだったらもう帰った方がいい。許せよ、お前。海見せたい。中村くんも、犬飼ってないからさ。海を見せたいの。でも、だって総理酔ってるから神社の面倒すら見れないんだよ。もうちょっとさ、酔いが抜けないと明日も絶対飲むしね。うん、何言ってんの。だからそれは家臣くんに言って、私に当たんないで家臣くんに言って。で、家臣くんそういうことだからね。何見せてんの。俺別につまんないこと言うよ。じんちゃんに海見せたい。この世のね、全てを見せたい。そのために金つやったんだよ。感動させたい。俺こんなとこに来てんだって見せてやるのな。わかる。そのために第2桁落としてきたんだよ、ね、寝ていい。帰りますね。うん、はい、いいけど。すぐ帰ります。いいよ、じいちゃん。おかしいんじゃないの。ね、総理。おかしい。待って、治った？シンコ？座ってよ、シンくん。
ちょっといいからお茶持ってきて。でやっぱダメ？うん、カシンくん、あ、総理、総理、あのさ、さっきさ、俺もよくこんなにコケにしてくれたな、徹底的に楽しもうやって怒ってたのは、あ、もうダメだ、え、戻ろ。ダメ、2階が電波悪い、2階が電波悪い。や、なんか総理があんなにベロベロになると思わなくて、ちょっと無理だよ、ジンちゃんも福ちゃんもハニーちゃんも、うん、まあとりあえず、まあ、明日モーニング食べて、明日8時起きとかだよ。これダメ、チェックアウトが10時だからね。なになになに、もっと早く帰ろうとしてるってこと？え、モーニングも、だってホテルモーニングあるんだよ。モーニング付きにしてくれたんだよ、総理、バイキングの。え、なに、それも、何何を言ってんの。え、中村くんも運転するのに飯食わずに俺遅れって言ってんの？そう言ってんの？そう言ってんじゃん。え、みんなの飯をさ、自分のわがままで。もう何で今日、なんでこんな時間みんな総理さんもさ、中村さんも、ね、中村さん何寝てんの、中村さん、中村君だって運転するからこのまま寝かせないと。嘘でしょ、ちょっとねえねえ、あの2階の襖の布団持ってきて、中村君にかけてあげて。嘘でしょ、何何何、持ってきて2階の、もう1階どこにあるんですか、総理の部屋の襖。ふすま、何もおもろくないんだけど、とりあえず私も寝たいんだけど、さすがに中村くんブチ切れると思うよ。朝食を
ビュッフェの朝食をねなしにしてさすがに送んないと思う。高村くん、何どうしたの？そんな顔してない。むくつきが中村さん。いや起こすのやめなよ。明日運転なんだから。起きちゃった。起きた。起きちゃったの。かわいそう。起こした。中村君起きちゃったよ。起こした。なんで起こすの。明日運転してくれるのに。起きちゃったじゃん。それ起こすでしょ、それは。なんか中村くん、明日あのここあの総理がさモーニングビュッフェにしてくれてるんだけど。モーニングビュッフェをお金も払っちゃってるのね、それをみんな食べさせないで送ってって言ってるの。モーニングビュッフェ食べる時間を削って俺を送れって言ってるの今家臣が。そう、なんで流れになってるの。だからもう直ちに帰るみたいな流れ。直ちに帰るの。うん、早めに帰るかなと思って。総理は何て言ってるの。総理にはそれさすがに言ってない、まだ。しかも酔ってるから総理はちょっと分かってないかな。私のしてること最低なの。私にも責任がある。ちょっとやめて。もうやめて。もうなんで私も叩かれてんの。やめて。もそういうの。あ、僕一人で帰れっていう多数ですね。多数ですかね、リスナーさん。僕がそうですね、一人で、電車に乗って帰れるってこと、そういうことですね、リスナーさん。わかりました。帰れんの。あ、帰れます。駅まで歩いて。なんとか歩くの。なんとか大丈夫です。どうやって。あの朝バスあるんで。朝バスないよ。朝バスと、あと、あ、ここないよ。あとはバス、電車。バス16時しかないんだよ。1日1回の。カシン君。あのね、ここね、1日1回の16時20分しかないの。
16時に帰るってこと。いやいやいや、それはちょっと遅すぎるから、まあ、あ、タクシー、はいはい、タクシーで、そうですね、最寄り駅まで。あー、多分都心まで30分ぐらい、タクシーでまあ6000円ぐらいじゃん、6000ぐらいじゃん。いや、最寄り駅まで行けば、最寄り駅が結構遠いんで、はい、でも最寄り駅であれなんで、そこから電車で行けばまあ1時間ぐらい、1時間ぐらいなんで、まあなんとか、お金あるの？なんとかですね、しますね、タクシー呼ぶのじゃん。いや、でも駅までは 歩きます。え？いやいや、車で30分だよ。いや、30分で1時間半ぐらいで多分。いやいや、無理だよ無理だよ。でそれでね、だって別に朝ね起きてね、それでしでね電車乗るって別にできるわけだからな。ね、そうですよね皆さん。じゃあカシン君、今から今から、いや今からじゃきついよ。だってこれ日が入ってきたら熱中症で死ぬよ。どっちみち死ぬ。この夜道だったら熊だし、朝だったら熱中症でデスなんだよ、どっちみち。これは冗談抜きで。いや、まあ、せめてね、まあ、駅まで行ければいいんで、うん、それで、まあ、行くんだったら今行ったらじゃあ配信つけて。カシン君枠つけてくんない？いやもうこの時間からもちょっといけないですよ、さすがに。あ、中村さんちょっと場所交換、僕そこ寝ていいですか？倒れたらマイちゃんの責任になるんだよ、おかしいんだよ。まあでも責任っていうか、みんなその匿名さんが言いたいのは、まあ、家臣くんが何かあったら、でも実際にマイのせいって言ってくるのはまあ事実だけどね。実際それはそうだよね。私的に多分カシン君はエンタメで言ってるような気がするけど、歩いて行けるわけないじゃん。
留めるって分かってるからってこと？いや違う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 、でも家臣くんはさ、とりあえず寝るんだよね。とりあえず寝るじゃん。8時で、8時、私たちが起きるのはね。で、朝食食べて、チェックイン10時して行く、帰る。ちょっと待って、ちょっとやめて。そう、何やらしたいの。ちょっと待って。ちょっと待って。どうすんの。帰んの？家臣くん。閉めるのはさすがにかわいそう。もう疲れたもん、追いかけんのも。きっと家臣、下手な小芝居家臣もっと持っとけば、そうだ、私も帰ってくると思う。だから多分歩いて帰るのを試みて戻ってくると思う。でも仕方なく寝ると思う。電柱もないし暗いから、うん、マジで帰れないよ、うん。疲れたな今日は。待って、家臣くん、まあ明日は8時にアラームつけて、で朝食の時に配信つけようかな。で、海は総理がじんちゃんの面倒見れそうだったら行く、見れなさそうだったらちょっとやめとく。それはそうでしょう。それを踏まえて私そうだろうなって思ってるから。でも私10年の付き合いだから、多分ねじんちゃんの面倒見れないと思うよ総理は。まあ、見れそうだったらいいけど。違うんだよ、また朝起きてツナちゃんみたいにお酒ガブ飲みすんの。そうそう、止めれないんだよ、やめなって言っても、
や誰もいないけど、カシが戻ってくるよ。あ、ゾウさんありがとう。ふーちゃんありがとう。あのこれエアコンの風、エアコンの風ですね。まあでも今日ね朝食たあのレストラン行ったりジャブジャブ行き行ったり、まあ、充実したよ。あ、98号ありがとう。カシン君逃亡しました。まあ、多分配信切ったら戻ってくるんじゃないかなとは思うけど、配信切ったら戻ってくるだろうなとは思ってる。いや私もう寝るから配信切るよ。寝たいもんだって。明日もあるから、うん、鍵閉めないでて。でもまあここら辺はもう旅館だから、まあ、ここ男2人いるしね、中村君と総理と。K 点で玄関 K 点すんの K 点するじゃん。まあそれだったら別に私ベッドでいいけど、イベント出てないですね。本当それ、オートロックじゃないよ、うん、ジャブジャブ池の時の写真送った。あ、ありがとうございます。フレンドの、いや鍵閉めるのかわいそう、うん、じゃあ定点にするよ。
じゃあ私2回行っていい？じゃあ定点にして、まあ、帰ってくると思うよ。え？どこ行ってたの？え、早っ。おじさん。え、早くない？この状況は変わんないわ。思った以上に早かったけど。おかえり。カシン君、買い占めて。もうこの状態で帰れないよ。てか、ちょっと待って。最初、中村さん、だって 6時間で一回座って。もう眠りにしまし、これ、下に行こうかな。迎えに来ると思ってた？誰がですか？韓国いつまた来るやね。今月の8月の20日です。ありがとう。ありがとうございます。迎えに来ると思ってた？思ってないですよ。だってちょっとカメラ歩いたけど、うん、この状態で無理です。ここの場所の悪くて。タイトル玄関停電チャレンジで速攻戻ってきたじゃん。配信切るの待ってた？そういうわけじゃないです。カシン君さ、ねえ、あ、薬飲むの？眠剤か。眠剤探してる。くんワクつけてってみんな着るよ。いや、いいですよ。でも寝れますね。寝配信したらじゃあ。いいですよ。寝配信。イベント出てるじゃん、カシンくん。いや、出てないですよ。出てんじゃん。出てないです。シンデレラ。いや、もう終わってました。あ、終わったの？はい。これは別に悪い薬じゃないから、うん、コシン君どうすんの？布団下に引くの？もうどういう流れだったんですか、マジで。
当。2回配信できないんだよ、電波悪くって。2回配信できない。まあ、カシンくん寝たら起きないから。ある、寝る場所ある。うん、寝る場所ある、大丈夫。うん、ソリの横じゃなくて、まあ、カシンくんの横だね、布団的に。布団があとね、2つある。しかもなんなら、うん、まあそういうことなんで、明日アラーム8時つけて、でまあそうだね、配信つけるかちょっとわかんない、配信つけるかちょっとわかんないかも。何のために癒されに来たんだよ、そもそも。そもそも癒されに来たんだよ、ワンちゃんと。別に犬いて展開とか求めてないからね。うん、あ、了解です。あの鍵は全部閉めたよ、ちなみに。何のために来たのって、別にワンちゃんいて盛り上げようとかないからね。これはもう癒し旅だから、そもそもの目的。うん、みんな寝ました。中村くん55、あ、定時かな、定時配信か。あ、分かった。じゃあ5時から、5時に。じゃあ私ワンちゃん、私繊細だから5時に起きるかもしれない。定時配信か、中村くんの。じゃあみんな5時間後、4時間後か、4時間後。じゃあみんな、多分私起きちゃうわ。じゃあみんな、あと4時頃お会いしましょう。4時間寝るじゃん。